んばんは。こんばんは。今日は303回目の生アットマーク広島アクティブリンク第1週なので、私奈良パパの部屋です。今日のゲストは、久しぶりかなどうかな、女性です。そうですね、女性なんと1回しか会ったことないのに無理やり出演交渉をメッセンジャーでしました。どうしよう、自分で自己紹介してください。紹介するんですか、うん、あ、はい、あ、もう早速、はい、はい、藤本恵理子と言います。広島格打ち学会の女性部長っていうことで先日、格打ちツアーをしている時にお会いしたんですけれど、まあそれで、まあ、本当どっかでその前会ったことあったんですよ。会ったことあったんで私から声かけたんですけれど、それはまた後でお話しいたします。よろしくお願いいたします。格打ち学会、知り合ったのは格打ち学会で、格打ちの格っていう字が7月11日にばらしたらなるらしくて、どうして11になるのかわからない。7と1はわかるけど、縦棒2本あるかね。だってこっちと書くっていう字のこう両サイド必要のけたら1個棒持ってかないね。あ、のけんでいいんですよ。1個1個含まれてればいいから。そうかそうか、含まれてればいいから考えんでいいんですよ。あ、そうかそうか。で7月11日書く打ち、まず書く打ちがわからない人が多いと思う。そうですよね、書く打ちって読むけど角打ちとかいう人がいるんですよね。あれをやっぱ記事とか見たりして友達とかに角打ちって何とか言われるけど、ちょっと待てと、角打ちよっていうことから説明を始めないといけないんで。なぜ角打ち、立ち飲みを角打ちっていうんですか。立ち飲みと明確に言うと違うんだけれど、角打ちは、そう、酒屋さんで売っているお酒類を買って、まあ、買いますよね、はい、普通の値段で買って、はい、でそこの、まあ、店内もしくはまあちょっとその店先とかで、うんうん、その値段のまま飲ませてもらうことを格打ちと言います。あ、そのあ、だから要するに普通の例えばこう飲食店で立ち飲みするのとはもう全然違う。飲食店が共通のもの、名前を言ったらおかいいのか、まあ別に悪口じゃないからいいと思うんだけど、例えば、うん、そらやなんかは立ち飲みよね。あれはどう考えても、うん、料理も出てで、うん、お酒屋さんで料理したものを出しちゃいけんけんね。飲食業の許可を取らないといけないので、だから角打ちは普通の角打ち店は基本まあ乾き物とかが果てなわけです、うん、ソーセージとか、うん、だけど、あ、まあその中によっはその許可を取って、うん、そういうのを供しているお店もある、ね、それもまあありなんです。でもなんか私のイメージではそのおじさんとか、うん、そういう人たちがそうそう、その本当にお酒好きなおじさんがそのお酒屋さん行って、でこう隅っこの方でちょっとこうスルメみたいなのでちょっとこう飲んでちょっと喋って、魚肉ソーセージとかね、魚肉ソーセージの鉛をこうやって外してね。あ、そう、あれ意外と難しいんですけど、俺得意よ、これ持っといたら。そういうイメージだったので、女性の方で格打ちってもう、ここリカちゃんがおったら聞きたいんよね、確か落語で出てくると思うんよね。あ、さあ格打ちだとかなんとかって言うんで終わるのが、あ、それ、なるほど、うん、そこからじゃないかとか、浪曲じゃないかとか、うん、落語で格打ちって誰かが言ったのが最初じゃないかとか、リカちゃんってね、朝日新聞の新聞記者で、うん、毎日新聞の、そうそう、大事大事、似たようなもんよ、火がついとら、全然違う、火がついとらどっちも、毎日全然違う、そうかそうか、まあね、ちょっとね、でその毎日の記者で広島支社にいるときに生で広島で生の落語を聞く会っていうのを立ち上げて、本当にすごい師匠を呼んでくる。すごい、すごい、うん、で会長になる前の市場師匠とかも2回ぐらい来とるもんね。それで一緒に俺飲ましてもろって写真撮っとるもん。
どっか穴蔵みたいな店行ったよね。どこだったかな。縄ないかな、うんうん、ああそうなんです、うん、どっか行ってそのちょっと参加させてもらったり、それから久留米に行って今下関かな。そうですね、北九州かな、増田へ行って久留米に行って今下関だと思うんですけど、ああ彼女がってことですか。半端ない 情熱で、多分落語に格打ちとかなんか出てくると思う。そうですね、そこから来てるんです。そこからっていうか、うん、それだから昔からその言葉があったのねっていうのがそれでわかるっていうことになるかと思う。あ、そうかそうかそうか。私のイメージが失礼して。どうぞ。お酒ですか。これ言ってもいいんですか。うん、え、これなんですよ。これちょっと。ちょっと待って。角打ちって日本酒を飲むんじゃなしに焼酎飲むのも角打ちなん？え？あ、え？あ、だからもうこれ。あ。本物？本物。あ、でも薄くしてありますよ。一応。毎晩飲む。あ、飲む飲む。晩酌はします。本物ってことは氷が入ってるんですか？あ、そうです。ロックにしてきたんですよ。え、日本酒ってロックで飲める？いやいや、焼酎、ね、これ。格打ちはね、別に日本酒に限ったわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか？うん、何でもありなんですよ。酒屋さんで売ってるものなら、チューハイとか。ワインとか、あんなんでもいいんです。いや、私なんかに、あの日本酒のイメージが、うん、なんとなくね、そう、それはもうマスで飲むと思われてるから。あ、今時マスで提供するとこは多分そんなないと思います。昔はね、すごい、マイマスを置いたりしてたよね。あ、それでここに塩を持っていつも飲むから、ここだけ塩の味がするからっていうので、もうつまみなしで角をカッと噛んで、それで角打ちかなっていう説もあるよね。うん、ほんとほんと、角を噛むから。なるほどね、うん、そこにもう塩の味とか酒の味が染み込んでるからって。私でもその角打ちってマスで飲むイメージじゃなくて、なんかこうコップが分かんない、とっくりとかでおじさんなんか子供とか、あ、違うか、おじさんがそうそう、昔ですよ、うんうん、私の生きてた時じゃないよ、うん、とっくりじゃ いくつなん聞いちゃいけんのかとっくりで買って、永遠の、買って、で、もう家に持って帰るのが我慢できず、なんかコップかなんか貸してもらって飲むと、そういうイメージですよね。そう、私も昔はそういうイメージだった。そう、だからあの、パパが角打ち学会のかなんかって書いてたので、え、女性で、なんかね、あ、でもすごい明るく素敵な方だったので、イメージが。いやでも確かに、まあ、昔から知ってですけどね、昔から知ってて、その子が角打ち学会におるっていうのを最近知ったんだけど、うん、青戸さんってね、ゾウアザラシってね、前からご存知なんです。うん、もうずっと前から知ってるんだけど、だってうちの娘がこれ前もなんかで言ったかもしれないけど、うん、うちの娘が吹奏楽を始めて丸10年経つんですよ、うん、で初めての定期演奏会の時にあの青戸って書いてくれればいいのに、差し入れがあるじゃないですか、うん、ゾウアザラシって書いてくれそれでちょうどその時に松田に勤めとったキリンっていう男もおったんよ。それであのでキャサリンもおったんよ。でね、あの蓮池ってロータスなんよ。そいつらがみんなね、ロータスとかキリンとかゾウアザラシとかってあれするんで、うん、先輩がこうあの配るわけ、うん、みんなに演奏会の後にはい、奈々ちゃん、ゾウアザラシさんからキリンさんからキャサリンねえ、奈々ちゃんの友達変なばっかしじゃんだってロータス、キャサリン、キリン、ゾウアラザ、そうやばいですね。やばいよ、ほんま本当ですか。え、ちょっと恥ずかしかったんじゃないです。そうでもない、恥ずかしかったですよ、ね、うん、ほんまほんま。ああ、そうか。でも彩子さんは昔からお知り合いになったんですね。うん、なんでか知らんけどね、なんで角打ち学会ってそんなに昔からある空気のように最近だと思う。神戸とかが一番古いんでしょ。あ、うん、まあ、そうどうだろう、うん、広島は最近でしょ。北九州が大体発祥って言われてるけれど、うん、神戸も盛んなのは間違いないんですけど、広島は、うん、一応こう言い出したのは最近でだと思います。ポスターとかも作ってね。え、うん、言ってもいいですか。広島角打ち学会は去年の6月に発足したんですよ。で、あの
その少し前から富士見町の寺屋さんという酒屋さんで、月に1回寺屋の会っていうのをやっていて、その6月のバージョンの時に、なんか知らんけど急にそこを母体として各地やって回る人たちが立ち上げるぞとか言い出して、でなんか私 たまたまその時っていうか、まあ毎回出てんだけど、たまたまそこに行ってなんかメンバーに入れてもらったという、なんかわけのわからんうちにこう、でも部長さんですけど、なんかね、それ私だからもうペーペーなんですよ。各地自体は私はペーペーなんですけど、何人いるんです？今ね、多分ね、コリさんがくれたデータだと忘れたけど、6、70、あ、適当か、50人ぐらいやったかな。まあ、ちょっと、でも50人でも多いですよね。あの、まあ、多分ね、50人ぐらい。そんなにお酒が好きな人で、そのうち女性がね、多分、半分ぐらい、うん、そんなにはいなかった、3割ぐらいかな。部長、うん、じゃあその、うん、一応各自学会に入るため その資格っていうのは、資格は手を挙げればいいんだろう。そう思われますよね。なんか、まあ、一応入りたいですって、うん、まあ、まず言うことが、一番のあれなんだけど、あとはそのなんか自分の推薦による挙手だけど、あとはその他の人が認めたっていうことと、うん、もっと重要なことはその格打ちを文化として捉えて、それを守り、まあその文化を広めるっていうことをこう思ってくれる人でないと、俺は入れんのよ。だからただ飲みゃいいんでしょうはダメなんね。そう単なる飲み歩きをした人はちょっと悪いけど、ね、1点に何分間何分以上いちゃいけないとかいうルールがあるんだもん。あ、だからその、まあ、格打ちには格打ち、だから格打ちを文化としてあの受け止めるっていうことは、うん、だから格打ちに対する敬意がないですね。そうですそういうことでしょ。ありがとうございます。素晴らしい。だからパパダメよ、もう飲んで歩けばいいんだろうとかそういうのじゃない。格打ちに対するその敬意がね。はい、ありがとうございます。あ、すごい。おお。立ち飲み、格打ち、立ち飲み、はあ、え、立ち飲みをこの辺3種類も、うん、うん、まあ飲むっていう字も使い分けてる感じなんですけど、まあだから要するに本当に、うん、あのちゃんとしたお酒があの好きで、きちっとお酒のことというか、うん、その大事にね、飲みゃいいっていうことではないですよね。そう、ね、あのお酒が好きなことも大事だけれど、うん、その格打ち自体をなんかこう、うんうん、雰囲気を楽しむことができる人、うんうんうん、ルールをまあ守って、うんうんうん、そういうことがまあ必要かなと思いますけど。じゃあもうあの、うん、飲み潰れて管巻くぐらい飲んじゃったりとか、あ、それからもうずるずるお店に迷惑かけるぐらい、あ、それはいかんの。格打ちの日は何軒かはしごしてるんで、うん、そうなってた人結構多かった。いや、あれはね、イベントなんで特別。うん、俺うる、誰とは言わんけど、うるそうってうるそうで付きまとわれて。違う。もう、うるさいお前はみたいな、逃げ回っとったんだけど。あ、そうなんですよ。だからそういうことを理解せず、単なる立ち飲みで集まっておられる方でもね、そんなになってるのに、うん、女性部長がさあ帰るよ言ったら、はいってついて帰るよったけど、ね、あ、それはちゃんとわきまえてるな。その格闘、あの格打ちをするときは、例えばお酒談義とかもするんですか？あ、したりはします。でもお酒の味を追求すること、うん、よりもどっちかというと、うん、そういう飲み方っていう、うん、はい、いろいろな会があるんで、お酒でも、うんうん、だから丸本さんがやってて、毎年3月にやる当時の、 あの馬酒を飲む会なんていうのは、土井さんが自分の作った酒でベロンベロンになってくれるのが嬉しいっていうんよ。だから酔いつぶれてくれたらすごい喜ぶんよ。で、うん、あの、ありがとうありがとう、もう大変なんじゃけ、もうなくなったらどんどんつぐんで。大変だ。そうで、あの、土井さんにとって何が嬉しいって、自分の酒で酔いつぶれるまで飲んでくれたり、バッタンバッタン倒れるけね、みんなが。今の日で潰れるまで飲むってすごいですね。うん、だって3、4時間なんだけど、もうとにかく次まくられるんで、もう開いたらすぐ継が出ちゃうんだ。そうそう、でそこでもうベロンベロンな、毎年大
あのリバースするもんとかバタバタ倒れるもん出てくるのに、しぶきさん知ってます？知ってます、うん、しぶきさんがもう一軒行こうとか言うな、これ今から流れ川に出ようとか言って11時頃から夕方まで飲んどるのに、そっから流れ川に出たけね、ほんま、もうやるけど、しぶきさんと俺と土井さんと出て、で相当強くないとダメでしょ。あ、ですよね。でね、うん、さっきまでは日本酒だったんで、同じ米じゃけ泡盛飲みに行こうとか言って沖縄の店に行かれて、で泡盛ロックで飲み出すんじゃけ、俺帰るごめん。すごい、ほんま。じゃあその格打ち学会とか付き合おうと思ったら相当強くない？なんか格打ち学会はそんなベロベロじゃない、そんな大量に飲むことを目的としてないんで。そうそうそう、そのグループはそういう感じ、うん、もあるし、うん、であのしぶきさん自分でもなんか立ち上げとって日本酒の品評会みたいなのもするし、で、あの竹鶴さんのにも入ってるし、もうあの人は何にでも顔を出してるんだけど、でも、うん、今度しぶきさん呼んでこうか、ね、日本酒お詳しいじゃないですか。なんか知らんか、知らんか。日本酒お詳しいじゃない。はい、詳しい詳しい。いや、大したことないです。いや、日本酒ソムリエというか、いろいろ詳しいんです。あ、本当ですか。うん、あ、ぜひ弟子入りさせてください。でも格打ちはどうなんですか。という飲み方は。あ、一人で飲む方が好きな人。座って美味しい料理がないといけん分よね。基本的には。だから酒は料理に合わす。そうそうそう。あ、それはそうですね。酒ありすごいけんね、料理あり。あの夫婦はすごい料理が上手なけんね。自分家でされる。ブログで魚もらったんで、うん、今日は刺身三昧とか言って、これプロがしたんじゃろうような刺身三昧になっとるけんね。いいですね。でもさっきからね、あ、この角打ち、あダメよ。の前、角打ちをする人はそのマイボトルを持ってなきゃいけないということでもない。そうではないんですよ。うん、なんかとりあえず角打ちの話に、まあ、なるという、うんうん、だろうと思ったので。まあ、とりあえず持参したで、まあで、まあ、飲んだのが出しいかな。基本的には5つ使うんですか、これは。あ、これは別に普通に、うん、あ、だいたい野球見に行くときはこれにワインを入れていったりいうふうには使ってますけど、別にコーヒーとか。これ中国人が爆買いするやつやろ。本当、うん、中国人ってコップとか何とかに移して飲むっていうあれがなくて、こういうので飲むらしくて、あの爆買いするらしいよこれ。あ、そうなんですか、うん、これでもねすごい保冷力っていうかそれありますよ、うんうんうん、で氷出てこんしね。そう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 、ね、うん、あ、これほら特にこう、あ、本当いいね、こう作りが。どこに売ってるんですか。いや今中国人がみなこうてない。これおまけでもらったんですけど、すごい、いいですよね。でもなんか私匂いだけで酔いそうだけど。すごい。でね、あのどうしようか時間配分を考えるんだけど。いや、それが私いっぱい聞きたいことがある。これも各打ちに関係あるの？これですか？いや、これは別に、いや、これは各打ちに必要なものっていうことではないですか？あ、っていうか、まあ飲み歩いてたら暑いから買ってるだけで。うん、これはほら、あの今時こういうのは大きい扇子じゃなくて、うんうん、場を取らないやつ流行って、いや、それがね、こうなった時に段階畳む時変でしょ。そうそう、こんな風に段階的になってるんですよ。まさかそこに来ると初めて見た。うん、これは面白いです。あと、こんなこれにフリルがついたやつとか今頃いっぱいありますよね。いや、私確実にこれが必要な。まあ、ある意味必要っちゃ必要。必需品なのかな。なんか三種の神器的な。だからちょっとそれが聞きたかった。あ、うん、これはだから別に関係ない、あのあれなんですね。いや、まあ、もし扱った意見経営一応これのね、あ、ま、どの話で丸本さんに会う前に、うん、1年前にどっかで会ってるじゃん。あ、もしかしてキーチのこと、うんうん、あ、で、友達申請をしようと思ってパッと見たら共通の友人っていうのに三輪京子がおったわけや。ね、なんで知っとるんやっていう話であれなったんだけど、
これの第1回は三輪京子だけね、ゲストが第1回からそうだったんですか。すごいですね。1回目三輪京子だけね、むっちゃなんか近い人から攻めてますね。近い近い違う、すごいいろいろ気になるものがあるんですよ。これもぜひ。あ、お酒飲まれます？いや、私お酒飲まないことはないけど、でも、もう本当にあのおちょこにいっぱい飲んだら、もう相当飲んだ感じ。あ、いや、羨ましいです。いや、これね、これの中身なんだけど、トッパイって言って、あの、はい、国崎って分かります？はい、大分の。はい、分かります、分かります。あそこの焼酎なんですよ、麦焼酎。で、あの、これ空港で売ってるんだけど、あの、いや、知り合った方で焼酎とか飲まれる方に、こうお土産で渡そうと思って大量に空港で買って帰る。すごい。私、大分の焼酎ってあの知らない。大分でも焼酎ブームを作ったのはいいちこじゃきですね。そう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 、三和酒造かな。三和種類。三和種類か。うん、でも三和種類は宮崎じゃない。うんうんうん、大分のいいちこだもん。宮崎は霧島。あのね、なんか昔ちょっと前まではいいちこ3種類が世界で焼酎のシェアナンバーワンかなんかそうだったんだけど、今頃黒霧に抜かれたらしいんですよ。だってあのね、いいちこがうまかったとか何度かじゃなくて、下町のナポレオンという名前が良かったよね。でね、社長がね、熊野御堂っていうの。ほんまほんま。え、い、三種類ですか。うん、昔。あ、前今は私社長ですけど。先代っていうか、作った人っていうか。え、じゃあ宇佐の人なんじゃないんですか。そう、宇佐の人。おお、宇佐神宮なら知ってます。で、あの、うん、熊野御堂っていう名字が、高校1年生の時クラスに熊野御堂っていうやつがいて、すごいです。下の名前も三だけ、画数がものすごく多いわけよ。熊野の熊野に、そいつは恩に道だったけど、あの中野住瀬の野っていう字があるじゃん、あの、あの林の下に道って書くやつ、あれもあるんよ。で、大分の熊野御堂はそうなんよ、大分熊野御堂って多いんよ。すごい。で、俺、ね、あの熊野御堂これ珍しいな思って検索したら、あのいいちこにぶち当たったんよ。なんなん年か前に。その名前を聞いただけで大分がなんか神様に近い気がする。そう、なんかやっぱ、ね、うん、宇佐の近辺がだいたいそうらしいんですけど、いかにもって感じですよね。あの大分県人会の友達にもその名字の人いるんですよ。あ、言い忘れとった。まだ大分県人会の。あ、大分県人会も女性部長なんですよ。広島県大分県人会の女性部長でもある。それに持ってこ、どこらで持ってこうかなと思って。でね、まだあるんよ、話ちょっとずれるんだけど、俺が高校1年生の時、熊野御堂やつがおってねって画数がなごうてねっていう話を初めて嫁さんに教えてやった時に、ファミリーレストランに行ってこう一杯人がおって待っとった。ほんならね、嫁さんがいたずらして帰っとってね、広島市からお越しの熊野御堂さんで、絶対うちじゃ絶対そこら辺におるわけないじゃんか。ほんま、お前熊野御堂で書いたやろ。うん。うん、ママやるな。そういうのが。初めてその名前を聞きました。でしょ。すごい、なんか神々しいです。だって御堂ですよ。あ、御堂はお堂って書くんですよ。その大分の堂はね、道じゃなくてお堂の堂なんですけど。うん、あ、そうなんだ。え、しかもその友達愛子っていう名前なんですよ、すごくないですか。私愛子様っていつも呼んでる。それは何、向こうの友達、広島にいるの。広島大分県人会のお友達。あ、ほんまに。なんかもうあの出自がすごいところなんだろうな。そうそうそう、すごいでしょ。愛子様いいの。愛子様って、もう愛子様とお呼びって言うんじゃない。いや、私ね、あの私もまあ長崎の島原なんですけど、でもあの九州の中でその大分っていうのはなかなかこう触れ合うチャンスが意外にないんですよね。こう割と福岡とか熊本とかそういうのはあの結構近いんですけど、大分ってちょっと遠いし、広島で大分の人に会うのはあんまりないので。サンフラワーで行きよったっけね、昔は。
あの JR で行ったら長いけ。え、サンフラワーってどっから出てたんですか？広島から出てた、うん、あ、寄港する感じなんですかね。広島から出てたよね、昔は。宮崎、うん、あ、宮崎行きよったんかい、ね、でも別府に着きよったよね。別府に行きよったよね。別府に行ったことあるよ、俺2回ぐらい。サンフラワーで、サンフラワーだと思う。あの、とにかく船で、え、朝早く着くやつじゃない？そうそう、朝早く着く。 あれサンフラワーじゃないよ。ちゃうん、うん、サンフラワーじゃない。なんかもう、うん、この前火事になったっけ、サンフラワーが引っ越された。あ、サンフラワーじゃない、ほんま、うん、今ね、多分ね、うん、あるのかな、ないのかな、あの大昔よ、宇品を夜の8時とか9時に出て、うんうん、朝4時とか5時に着くやつでしょ、うんうんうん、それで海岸でちょっとうろちょろして時間潰して、うんうん、あれね、うん、違うけど、サンフラワーじゃなかったか。え、今もあるんですか？いや、昔はそれで行きよったよね。へー、あるのかな。お、あの、同じ九州なんだけど、大分県人のその気質っていうのに、あの、ちょっと疎いので、今日大分県人ってどういう人たちなんだろうと思って、ちょっと興味があったんです。あ、うん、基本いい人と思いますけど。いや、でも大分ってそういう、ほら、さっきみたいに、あの、結構国東半島とか神秘的な感じがするので、で、あの、いや、明るい人だったやっぱ九州人ですね。大分の人はね、うん、俺の知ってる大分の人はね、結構頑固よね。あのね、だご汁は大分じゃなかったっけ。だんご汁のことかな。だんご汁？だんだご汁は宮崎か。いや、だご汁は九州どこにでもあります。本当？いや、だんご汁って言ったら、だんご汁じゃない、だご汁だ言ってね、言い直さすんよ。そう、え、じゃあ大分じゃないと思うけど、ま、カボスはどこね。大分、うん、そうよ、ね、だご汁って言う、本当は、うん、だんご汁って言ったら、うん、そのね、サラリーマン時代の取締役に大分出身の人がいて、その人に、うん、あの、部長大分なんですか、大分で、あの、団子汁とかありますよねって、うん、団子汁、本当です、うん、で、で、魚にこうやってカボスかけおったら、逆さまにしてこの皮、皮を通って落ちにゃ香りが逃げるとかね。うるさいんじゃ、そういつ。そうそう、あ、でもね、それあるでしょ。種が落ちんようにするためにも、うん、下向きじゃなくて上にやるっていうのは、種壊りゃいい。タバタバタバーンとかかった方がいいじゃんね。くーやってからこう、なんかこう、周りの農薬もつけてから落ちるように、うん、いちいちそんな言ってんですか。うん、言うんじゃん。でも、冷や汁は違ったっけ。冷や汁は違うと思う。あ、違うとか、あれってどこ。冷や汁はでも基本的に九州どこにでも、うん、あ、ほんま、あれもうないよね。いや、いいよ。それちょっと感じ悪いけど、いや、冷や汁美味しい、ね、ほんま、ね、冷たい味噌汁にキュウリとか入っとりやがるんで。いや、美味しい、美味しい、なのにサクサクと、ほんま、そう、ダメだよ、何そのセンス、ダメですよ。ダメですよ。あ、ごめんなさい、九州の方、ほんま、夏暑い時になんかサクサクと食べれるし、うん、ね、大分ってあと何があったっけ。あ、あとカボスと椎茸。大分って私の中では椎茸かなっていう。椎茸ですね。ふぐの白子食わすわね、大分はね。薄木、薄木、ね、うん、そ う、あ、そう、あの、薄木に行くと肝が食べれる。あ、恐ろしい。広島とか下関とかそんな食べれんでしょ、多分。そうそう、うん、友の浦で、あ、これあまり言わなくちゃいけないですけど、ふぐの木も食べさすとかあるの。あ、浦で、でもね、浦じゃないよ、白子は薄木だけだと思う。あ、本当です。こっちで白子出る、行くところ行けば。あ、ほんま、あ、一応やっぱり行くところに行けばっていう話ですよね。薄木多分普通に出る、普通に出る、普通に出る、出るよね、ほんま、ほんま。あとはね、湯布院も置いたじゃん、うん、行ったことないけどね。あ、いいとこですね。いいとこらしいですよね、うん、あ、それからさ、あとなんか唐揚げとか鶏天が、鶏が、あ、鶏天、ね、鶏天出してます、あの、出してます、出してます。鶏天っていうところがね、ちょっと違いますね。あ、そう、うん、宮崎はあの、そう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 、なんとか南蛮とかいうね。あ、ナンバーもそうやけど、まあ、地鶏もまあ有名です。で、あの、タルタルソースみたいなのがかかっとるもんで、うん、あれもね、宮崎の人が怒るんじゃ。広島に来て、その、甘酢にくぐらしてない言うて。あ、そうですかね、うん、あ、あの、唐揚げにタルタルソースだけかけて、うん、あ、なるほど、あの、はいはいはい、なんとかなって言うけど、違う。
タルタルソースをかける前に、うん、甘酢にくぐらせんと、うん、宮崎のじゃないとかって、ね、あ別に宮崎のじゃないあでも確かに甘酸っぱい方がそれらしいですよ、美味しいですよ、ね、そうそうそう結構みんな頑固なんじゃない、別に大分だけやないでも九州は基本的に好きですよ。あ、そうですか。どこもね。もう今頃フォローありがとう。いやいや、だって好きだもん。本当ですか。うん、だって昔からよく九州は行ったもん。まあ、九州は基本的にこうな分かりやすい人間性かなって思うんです。あ、裏はないですね。そう。うん、多分裏はない、ね。鹿児島の醤油が嫌いぐらいで。え？なんでそのいつもマイナスなことばっかり言うんだって甘いんじゃもん。美味しいじゃないですか。生まれて初めて鹿児島のあの醤油食った時に。うん、砂糖醤油が思うだもんね。あ、甘いよね。うん。いや私ね、あの刺身、広島に来て30年以上なるけど、うん、最初やっぱり甘ごいかったんですよ。私自身の味が。九州は甘ごいからね。で、30何年して薄くなりました。うん、最初はもう本当にね、うん、物足りなかった。だから何でも味付けを甘ごいくしてたんですよ、醤油で。で、だんだん30年して、で、たまに家に実家に帰ったら、いやいやもう甘ごいです。でも、九州の麦味噌はどこのも好き。あ、美味しいですよね。うん、あの、麦味噌好きなんですよ。本当です、うん、あの米味噌よりも麦味噌の方がね、うん、美味しい、好き、うん、多分麦が好きなんかもわからんこれ麦です、ね、あ、これ麦麦、あ、芋じゃないんですよね。あ、大分はね、麦ですよね。基本は麦、二階堂も大分でも、そうそうそう、だから、熊焼酎は米だから、うん、あの芋っていうのは基本的に南なんよね。そうですね、うんうん、いやでも私角打ちがその日本酒じゃなくてもいいんだっていうのはちょっと新鮮な驚きでした。あ、そうです、私も日本酒だと思ってたので、うんうん、だからあの、うん、広島格打ち学会によって、うん、昔は多分そうだったのよ。焼酎なんて飲まんかったもん。いやいや、まあ、やあるのよ、うん、学会によって格打ち店と認定されてる店がねやっぱあるんですよ、うん、公式に、うん、あ、公式認定あるんですよ、うん、そこはね、ワインのお店もあるし、ワインを主に扱っていて、要はその酒屋さんとまあ、併設の飲食部分でもいいんだけれど、うん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 、だから別に日本酒に限らずいろんなアルコールは OK です。丸本さん何でも出すもん、ワインもビールも日本酒も何でも出すもん、うん、自分どこで売りおるもんはね。この前コーラ飲みよった思ったわそれ格打ちのその格打ちで、まあ、学会だから一日にだから何軒か行くっていうこともあるんです。あ、それは勝手にはしごしてもいいんですけれど、別に戦闘権負けではない。そのやっぱり各自学会というからには、うん、その学会の決まりがあるんじゃないですか、その文化としてっていう。あ、あります。ね、うん、広島各地学会も3つほどルールがあります、なんか持ってくればよかったけど忘れたんだけど、一つはお客様ではなくお店に飲ませていただくいることに感謝しましょうっていうのが一個ね、とでかい態度をするんじゃないかと。それからもう一つは長いは野望と心得、まあ基本まあ目安的に30分ぐらいにしませんかと、そういう目安、まあ長いは無用よ。でもう一個が大きな声で騒いだり人と喧嘩したりそんなことはもうなしでやりましょう。その三原則さえ守ってもらえればどうぞ。楽しみ。俺2番が守れんわ。いや2番が大体でもあの考えたら、うん、だって飲食店じゃなくてお酒を売るところなわけだから、そこで飲ませていただくわけなので、お店の営業の邪魔になったりとか、うん、ですよね、そうダメですよ ね、 やっぱりね。もうさすがもうちょっとせいぜい入ってくださいよ。ね、おちょこ一杯でダメなんで、でも私理解力は高いんだけど、すごい、いやでもなんか行きたいね、ぜひ、はい、今度ご招待しますんで、はい、っていうので私は、うん、あの私自身はそんなに飲めないんですけど、うん、父がそのお酒を、まあ、今思えばお酒が好きというよりは人と飲むのがね、うん、好きだったので、私1年365日1日たりとも
あの家族団らんでご飯を食べた経験ない家に育ったんですよいつも外で飲んで帰られるってことですか。もうね、うちの父親はとにかく一人で帰ってこないんですよ。出た、連れて帰るんだ。出た、とにかくね、あの連れて帰ってくるわけ。でも帰るって言うんだから返せよって思うんだけど、いやもうあの寄って行けとかって、うん、でそれがその家族にいかに迷惑かって言ったら夜10時とか11時とか連れて帰ってきてはその母につまみを作れとか、あれがあったじゃろうとか、これを出せとかも大概にしてくれっていうので、私もう結婚するんだったらもうお客さんが来ない家に行きたいって思ってたんですよ。そしたらあのラッキーなことにあの平田のお家はお客さんがあまり来ないお家なんですよ。勤め人だからそんなにいないっていうあの文化がないので、もう本当に私この30年静かに過ごしてきました。だからそのあの飲む人、飲む人の扱いって言ったらすごく失礼なんだけど、飲む人の扱いとかシーンがもうすごく小さい時からもう実践を積んでいるので、だってね、あの九州って豪快なんですよ。特に昔だから、あの例えばまあ宴会なんかはもう家でやるわけですよね。お祭りの宴会とかその大きい宴会、そうするとね、私今でも忘れないんだけど、あのもう1本2本じゃないんですよ、その日本酒が、うん、要するに翌日1と2とのレベルでそのこう台所の外に並んどるわけ。つまり1とっていうのは10本ですから、それが1と2とのレベルで並んどるわけですよ、うん、はい、はい、島原も日本酒なん？島原基本的に日本酒なんですよ。でただあの焼酎が流行りだしてから今もなんか焼酎飲むけど基本は日本酒なんですよ。俺佐賀だけかと思った。佐賀未だ日本酒だもんね、うん、いや国崎、うん、大分もそうですよ。あの、うん、最初宴会のスタートはまず、うん、まあ、日本酒、あ、ちゅうか、まあ、多分最初ビールで、うん、次は日本酒、でもう日本酒がもういいやっていう感じになってきたら、うん、今焼酎を頼んでもいい時代になったんですよ、うん、そう、うん、前はそんなんはなしだった。もうずっと日本酒、そうなの、焼酎っていうのはその今はすごく市民権を得てるけど、うん、基本焼酎はあの野蛮なもんだった。野蛮っていうか、というより、うん、宴会の席に乗るような飲んではなかったじゃないんですよ、うん、要するにもう本当にね、あのお金がない時とか、うん、そういう例えば酒が好きだけどっていう人も、うんうん、そうだって今あの今おつるいっていうんですかね、美味しい焼酎おつるいっていうらしいんだけど、うんうんうん、昔多分ほとんど甲類、もう酔うために飲むみたいな世界だったと思うんで、だからもう焼酎飲むって言ったらもうそれはもう本当、うん、ね、失礼ながらアル中の一歩手前ぐらいお酒が好きな、そのもう何でもいいからこれを飲みたいみたいな、木で飲みよったしね、そんな感じ、まあそんな感じ、そんな感じのイメージなので、うんうん、宴会に焼酎が昇るっていうことはもう絶対ないでしたよね。鹿児島でもそうだったんだろうか。鹿児島は違うんじゃないですかね。だって酒イコール焼酎ですよね。そうね、そうそう。だからもうでも日本酒がだからもう1と2とのレベルで、例えば20人ぐらいの宴会をした翌日なんかもう1と2と3とぐらいのレベルで、でもうビールなんかもう何十本でこう小屋に転がってるレベルなんですよ。そうするとどういう感じになるかって言ったら、もうあの強いおじさん弱いおじさんいるんだけど、うん、もう昔って毎日飲むわけじゃないから、うん、やっぱりこうそういうの楽しみじゃない、うん、そしたらもうとにかく飲みすぎるんですよ、うん、おじさんたちが、うん、である程度の時間になったらもうその廊下とかトイレの前のあたりとか玄関のあたりとかにゴロゴロね倒れてるわけですよ、おじさんたちが要するにもう帰ろうとして、うん、その帰る気力じゃないけど、うん、もう倒れてるだから冬なんかはそれでその体壊されても困るので、あの私と母が毛布をそのかけて回る、かけて回るわけですよ。そしたらある程度酔いが覚めた頃になって、夜中過ぎとか朝方になったらもうわって気づいて自分の家にそのおじさんたちは帰るんだけど、たまにそれは土曜日とかの話だろ。いやいや土曜日、普通の日も仕事は昔土曜日とかないから休みの前の日の話じゃなくて、いやいやいや別にその休みを意識してっていうことはないですよね。で それにもやっぱルールがあって、もうスマートなおじさんはもうちゃんと帰るわけですよ、うんうんうん、もう朝あの私たちの朝ごはんの前にはね、うんうん、ところがスマート
じゃないおじさんもやっぱたまにおるわけですよ、うん、で居座って朝ごはんをしなきゃいけなかったりとか、もうそうなると、うん、まあ、ニコニコしながらお世話するけど、もう母と、もうありえんとか、ね、もうそれはありえんですね、そのわきまえがあいかんやろ、そのあいかん、そうなんですよ、わきまえがないとか、うん、だからあの酒飲みのおじさんの中にもそのこう認められるおじさんと認められないおじさんがねいるわけで、でスマートなおじさんはちゃんとどんなに飲んでもその夜明け前にはもういつの間にかいなくなってるんです、うん、で迷惑をかけない、でスマートでない人はもうそのズルズルズルっていうのがあるわけです、できんってないですか、あ、できそうそう、それは、あ、それもできないですね、やっぱり田舎の、お付き合いだからもうね、うん、その飲んだ時のおじさんたち の, その雰囲気とか気持ちとかそのやり取りとかを小さい時から、うん、なので私自身は飲めないけどお酒の場は嫌いっていうか馴染みは馴染みはある馴染みはあるじゃないですか、それはいや馴染みがあって、で私ね歌がすごく好きな子供だったんですよ、うん、そうするとその歌はされよったんじゃん、そうそう、でね美空ひばりじゃん、そう、くみちゃん歌えとか言われたら数字で聞いたことが歌わないんですよそしたらその飲んだおじさんだから肝が太くなるから、小遣いくれるんじゃん、小遣いすごい山ほどくれるわけ山ほどもうそれでそれで、おじちゃんありがとうそしたらまあもちろん親がごっそりねちゃんと、でそれはまた後でね別の形で返すんだろうけど、すごいだからあ酒飲んだおじさんっていうのは肝が大きくなるからお金の単位が上がるんだということを子供ながらに学ぶわけですよね、それでとにかくその懐くと可愛がられるというのをちっちゃい子ながらも、だから宴会が始まると、うんうん、いそいそとお手伝いする、いやちょっとやらしいぞそうかそうか、嫌なんだけどいそいそとお手伝いをねしてたんですよ、そしたら「うわ、ん、久美ちゃん」とか「ちょっと歌え」とか言ったら「うん、いい」とか言いながら待ってました、できなくないし、そうそう、昔のお金で30年も40年もね前のお金で1000円とか、それってすごいですね、すごいんですよ、うん、もらっててワクワクしながらごめんなさい、長くなって。お酒を飲む場所は嫌いではないですよね。うん、あ、なるほど。はい、では今度ところで、うん、お願いします。どこの出身なの？私ですか？大分は分かってる。大分の中の。あ、国崎っていう、国崎半島。うんうん、最初は分かったと思うんですけど。え、国崎の話は出てきたけど、その、これ国崎のお酒っていうのは聞いたけど、そこであなたも取れたような今話。そう、あのね、これね、あ、実はね、私、こう見えて、三人姉妹三人姉妹の真ん中で三人姉妹っていうとまるで美人姉妹かと思うでしょ、だけど別にそうでもないんですけど、一応その真ん中で、で姉がね養子さんをもらっていて、その兄の実家がこれを作ってんのよ、あ、そうなん、すごい、トッパイっていう、これ方言、うん、あの十杯っていう意味で、なんかそのまあつけたのは本物の石尾瓶を買うと裏に言われが書いてあるんで、ぜひ見てほしいんですけど、一応まあ10杯っていう意味です。でもそれ広島で売ってるとこあるんですか？あ、トッパイ売ってます、昨日夢タウンでも見つけたし、そのさっき言ってたテレ屋さんにも置いてもらってるんですよ、私今度なんかついていきたくなったの、ぜひ寺屋の会に一度来てください、なんかこの3件だけは何も出てないです、え、何がですか、いや、宮崎、鹿児島、沖縄には日本酒がないんですよ、基本的に日本酒を飲まないんです、あ、そうなんですね、宮崎、鹿児島、確かに沖縄宮崎に友達いるけど、あの酒って言ったらもう、うん、あの焼酎、ね、今都道府県別の日本酒ランキングっていうのを県別で出てるんだけど、その3県だけは載ってない、やっぱり、あ、そういえばね、誰かが言ってたけど、日本酒ってある程度寒くないと美味しいのができないから、ぬくいとこはできんよって誰か言ってましたよ、宮崎、鹿児島、あれはね、あのない、佐賀は寒いんか、まあ他の宮崎、鹿児島よりは寒いんじゃないですか、そうかそうかそうか、そうか、そうそう、そう言ってた、あの、うん、宮崎の友達が酒、うん、でも高知は酒よ、あれ不思議よね、不思議ですよね、いやだからその芋とかなどそういうものが取れないというより豊かな土地なんだな、違う、どうなんだ、知らん国葬地帯がないと知らん、で、うん、あの
中四国ってみんな甘口の酒なんだけど、高知だけが辛口なんですね、昔からね、うん、水が違う、うん、食うもんが違う、瀬戸内海の小魚には味がないから酒に味がついてるんですよ。で、高知はニンニクでカツオ食うから、口の中をリセットするために辛口なんですよ。あ、そういうことなんです、うん、あの水芸の社長がテレビで言った、うんうん、その受け売りしかもテレビで言ってた、テレビで言うとった、水芸の社長がゲストで出て、うん、あのどうして高知だけ辛口なんですかって、中四国大体甘口なのにって、いや、あの高知だけ脂っこいもん食うからですよ、あのカツオ食うからですよって、あ、そうなのか、そうで、これでお酒にまた味がついてたら、あのリセットされない、やっぱりすっきりとそう口の中を、あのうがいするじゃないけど、すっきりさせるためだから、あ、なるほどね、まあみんなそう思って飲んでるかは分かんないですけど、うん、で言ってましたよ。いや、大分の人は楽しいわ。ちょっと私なんか弟子にさせてもらえる。3人姉妹の真ん中で、じゃあ、うん、どっちが養子さんもらってるって、姉が養子さんをもらって、うん、でその酒屋をしてるんだ。酒屋っていうか、うん、作り酒屋、うん、南酒造って言うんだけど、お兄さん、あ、兄の実家で、うん、でその兄の実家にはその兄のお兄ちゃんがいるから、うん、その人が元社長で、今はその娘さんが婿さんをもらって、うん、そこも娘2人なのよ、うん、で婿さんを長女がもらって、うん、今は婿さんが社長なんだけど、うん、もうこれね、ぜひ一度。で、あなたは広島に来て何年なんですか？私？何？それ、いきなり聞いちゃうの。ね、うん、そう、年齢がバレるかもしれんけど、まあいいけど、30年ぐらいになるか。多分30年ぐらいはなると思う。あまり数えたことないけど、こっちがもう随分長い。じゃあ向こうよりこっちが長いんだ。そうなんですよ。そう、結果。なんでまた広島なんですか？大学がそうなんや。大学の時から。でもそのままずっと。そうなんですよ。ちょっと居ついちゃいました。千田町の頃？そうです。ああ、でも私学部は、あの学教、あの篠宮だって、うん、だ 1年の時に。福山？え？あ、違うか。福山じゃないよ。違う違う。学教、あの知ってます？学教って。あれでしょ。あのあれ建物が違うから。うん、そう。うんうん、昔福山にもあったの？福山はね、生物生産学部いうのがあった、うんうんうん、あ、それはそうなんだ、うん、いや、あれもう酪農、うん、とかやってました。違う。そうなんだ。ちょっと失礼。違う。いや、坂田明はじゃ福山なんじゃん。え、あ、びっくりした。自分のことかと思った。なんでなんで。だって坂田じゃなかったっけ、苗字。あ、それ俺よ。そうそう、ですよね。いや、一瞬そうかと思って、そんな、なんで人ごとのように言ってんか。坂田明って、あのサックス奏者の。あの方はそうなんです。生物生産学部だった。そう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 。そう。そう。じゃあもうだいぶ長いってことですね、学生時代。そうなんですよ。どうですか、広島は。え、あ、このタイミング。え、広島はね、あの過ごしやすいし、うん、あの変に都会すぎないので、あのすごいもう楽しく過ごさせていただいております。変に緊張することもなく。広島って九州の人多いですよね。あ、そうそう、多いと思います。九州多い、ね、うん、でしょ、うん、で結構多い、結構、ね、多い。いや、私もその都会すぎないしって今言われたんですけど、うんうん、私も住むんだったらもう広島が北限なんですよ。北限だ。これ北限か。初めて聞いたわ。仕事をするあのしに行くんだったら別に大阪でも東京でも全然、うん、あの行くんだけど、うん、住もうという気持ちにはならないんですよ。やっぱ九州って自然も豊かだし、その雰囲気で行くともう広島がちょうど肌に合うっていうか、それより上がってしまうとちょっとなんか、西条で仕事をしてるの、店してるので広大の子多いんですよ。むっちゃくちゃ九州多いけね、もう九州だらけ。あとね、2番目に多いのがね、兵庫県なんよね。あ、間違いですね。うん、でも感覚からしたら下ってくる感じになるじゃないですか、うん、京都大阪近いし、まあ、なんで神戸からこっち来るんだろうとか思うんだけど、兵庫県、神戸から兵庫県が多いで、九州がとにかく多い、うん、九州の子みんな言うのがね、はい、旧落ちですっていうね。
そうそう、あ、本当、うん、で、なんで広島来たのって言った、うん、急落ちですって。あ、そういうこと、うん、私全然最初からそんな気になかった。急大は受かんないよなって。で、ちょっとでも東に行きたいなって思って、うん、まあ広島ですって。だからすっごく多い。あと教育はもう関西だったら広大が、まあね、昔からね、うん、実は私こう見て教育が学校教育学部でだったんですよ。だから別に京大に行く気なんか全くなくて、で姉が実は先にこっち来てたんで、教育学部で。今現役ですか？うん、全然今ね、バイク屋さんなんです、うん、まあ来ては見たものの、やっぱ先生だって嫌でしょ、こんな先生お酒飲みの楽しい先生でいいかな。ちょっと、うん、で無理だなと思って、うん、で、まあ一般企業に就職させていただきました。へ、小笠原バイクは長いんですか？あ、小笠原オートショップは、その前の私、小文出版っていう出版社っていうか問題集とか参考書を作ってる会社に、うん、学生卒業して、うん、30ぐらいまでいたんですけど、でそこで一回、まあ、まあ結婚退職チックな感じで、うん、まあ一応そういうことを名目で本当は社長と喧嘩して辞めたんだけど一応その時それで、それから半年ほど家でブラブラし、それでまあ今の会社に、まあパソコンの仕事とかあるから婚かって言われて、アルバイトから入って、それからもうずっと、うん、そうか、自分でバイク屋さんしてるんか。そんなバイクは乗るんです？いや、な、乗りそうな感じが多分すると思うんだけど、あ、全然よ、あの全然あのね、今原付は乗ってるんですけど、で車の免許もあるけど、ペーパーで、なんかね、もうダサダサなんですよ。でも酒飲むんだからちょうどいいよね。そう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 、あ、まあまあ、ない方がいいと思います。そうで、なんか、ね、免許取ったし、なんかそのせっかくね、車とか前持ってたんで、私も練習しようかって思ったんだけど、うん、なんかダメ出しが各方面からあって、もう今更あれね、乗り出して、もうとか言われて、親からも反対されて、もうだからもう諦めた。いや、まあでもね、各地学会あれですからもう、そう、酒は飲まん方がいい。いや、酒は飲まん方がいい。ああ、じゃあ車の、ま、乗らん方がいい。いや、なんか各地学会楽しそう。私なんかあの見習いとしてちょっと、あ、ぜひ顧問でいらしてください見習いです。なんかね、いいじゃ、なんか文化としてっていうのがいいじゃないですか、うん、いいなぁ、で楽しそうだしね。各地学会自体はいつから発足したんですか？去年、だから去年の6月。あ、いや、あ、それはバラバラ。広島はかなり後発で、うん、と一応その北九州の各地学会で、うん、旧、え、なんだっけ、旧文献だったっけ、なんか北九州格打ち文化研究会っていうところと神戸の格打ち学会と、まあ、懇意にさせていただいていて、まあ、まあ、いろいろ勉強させてもらいつつっていう形なんですけど、合同の発表会とか勉強会とかあるん、学会とか、ね、いつだったっけ、去年行ったよ、冬に、あの旧、うん、北九、あれ、ね、旧文献か、なんかそこの、うん、何十周年とかいうイベントに、うん、広島各地学会からも5、6人お邪魔して交流をしたという。北九州強そうだわ、うん、しかもなんかすごい人が多い、あの、ね、うん、若い人もいっぱいおっちゃったし、地域的に北九州なんか強そうですね。え、だってもう各地の酒屋が半端なくいっぱいあるらしいんですよ、うん、北九州だけじゃなく、うん、博多にもむっちゃあるらしいんですよ、うん、でなんかした人の話では、の昼間からもう飲んだくれたおじさんが店の前でゴロゴロとかあんなの普通にあったとか言っててもうちょっと広島それやめようとか思ってやっぱりだって北九州ってね、昔炭鉱、があったりいろいろいろ、あ、そう、うん、結局そうですね、うん、松田とかの近所にも今も大きい角打ちの酒屋があるじゃないですか。あ、やっぱり、うん、あの向かい灘の佐々木酒店とかもそうなんだけど、あ、そこ聞いたことある、うん、なんかすごい、うん、広い昔からの昭和な感じがするところで、ああいうやっぱ工場の近くとか港の近くにたくさん、昔ね、俺が子供の頃、向かい灘の駅前ってすっごい飲み屋さんあった、いっ
ぱいあったんよ、うんうん、だってほんま、ね、今全然だけどね、みんな仕事終わってもはすぐ帰るんだろうね。それか一回不景気になった時にバタバタと潰れてそのままなのか、なんか知らんけど、俺子供の時の印象で向井灘の駅前ってパチンコ屋も2軒ぐらいあったし、うん、飲み屋もいっぱいあったのに、うん、今ガラガラやもん、ね、うん、なんかこの間前通りましたけど、なんか、うん、なんか寂れてますよね。そう寂れてる、うん、そう松田が目の前にあるのにね、うん、だから、ま、わかんないけど、昔って本当にあの飲むってことに対してこう寛容だったじゃないですか。だからうちの田舎なんかだってうんと昔はみんな飲んで運転して帰るから、そうそう、まあうちにそう帰って、そしてなんか田んぼに突っ込んでなんか、そういう感じだったんですけど、今もそれは全然ね、うん、中学校の時の社会科の先生が2回飲酒運転で逮捕されたけど、あの、やめずに2、3ヶ月の謹慎で復帰したけね、2回とも。今だったら完全にクビよね。一応謹慎はあったんだ。うん、3ヶ月ぐらい謹慎したら、あの、また出てきて、って出てきちゃったけね。だからもう昔はその、飲酒ってことに対して、そう、事故を起こさないと、よかったよね。ほんま。まあ、今はダメです、うん、俺でもや飲まんもん、うん、ほんま、そうですよ、ダメダメだ、ほんまほんま、いやでもそういう文化が広島で育ちつつあるというのはね、はい、ぜひ 見守っていただければと思いますけれどじゃあその例えばあの各地学科に入りたいってあの思った人は、うん、なんか藤本さんに連絡したらいいんですかああそうですね、厳しい審査がある、うん、酒の飲み方、あと推薦人が何人かいる、違うか。だからその推薦されないとダメってことじゃなかったですよね。一応あ自己推薦でも OK です。うん、あとは審査があるんです、ね。はい。飲み方が汚いとか、あのちょっと巻き前がないとか、うんうん、スマートじゃないとかね。ぜひ一度ご一緒させていただいて、はいはい、審査。審査。いやでも学会だからね、やっぱり。うん、そう。ちゃんとね、学問なんだけど、うん、ね、キイチで会ったのはめぐみなんかと一緒にいたわけ、うん、めぐみって誰おかしい、この回ハンドルネームはいつもめぐみなんだけどね、男の子でね、広大の子でね、工学部出身でね、え、それって大分県人会の人のこと、うん、広島、そいつキイチにいたよ、去年いっぱい連れて、それでキャサリンがうわーとかって話しとったよ、めぐみさんのこと、そうそう、めぐみさんのこと、うん、え、北岡さんのこと、うんうんうん、あ、北岡さんは、うん、あの日本酒のみともではあるけれど、うん、大分県人会とも関係なく角打学会とも関係はない、でもあの日キイチに一緒におったやろ、あ、そう、本当ですよ、北岡さんが、うんうん、え、府中に住んどる子よ、分かるもん、え、こう空手勝るやつよ、え、空手してるやつよ、あ、え、カズマさんのことやね、うんうんうん、え、私一緒だった、うん、違う、うん、違うよ、キーチでキャサリンと会ったのはめぐみもいたよ、いや、どうでもいいけど、これは一応あの前いいかあの流れてますね、はい、いや、それは後 で、しかも個人を特定するような情報がボロボロ出ていいんですか、ね、いいいいまずいでしょしかも一通り終わった後見てもいいですか、いや、どうできるかなと思いながらそう、その話がまたマスクやってる間に1時間経ってた、あ、もう経っちゃったんですか、そう、あと1分だ、ね、全然大分の話できませんでしたね、して大分の観光、え、うん、今から何が、大分県人会何人ぐらいいらっしゃるんですか、200何十人います、うん、広島県にそんなにいるん、いるよ、あ、っていうかもっといると思うけど、うん、あ、ちょっと宣伝だけしときましょうか、うん、10月24、25の土日で、うん、大分市中心に大分県人会でバス旅行、一泊のバス旅行行きますで、県人会の人じゃなくてもいいんで、なんで、あ、全然、いいじゃん、楽しくやりたいんで、なるほど、うん、あの、まあ、行かれ、興味ある方は、まあ、私までよろしく、大分って、修学旅行広島に来るじゃろ、うん、え、いや、これ今の人は分かんない、私は中学が奈良京都、高校が東京に行ったもん、うん、小学校は、小学校福岡とか長崎とか、うん、娘の友達だったかな、誰だったか忘れた、とにかく
大分に転校していって修学旅行で広島来てがっかりしたんで、それはちょっと気の毒でしょ。がっかり、ずっとこの前まで住んどったのに。そう、微妙ですね。そうかそうか。へー、じゃ あのあれですね、各自学会でもお世話をし、大分県人会でもお世話をし、あ、うん、あのどっちかというと角打学会は楽しんでるだけで、うん、あんまり役に立たんっていうのは多分この間のイベントの時に分かったと思うんだけど、あの県人会は事務仕事とかして、まあそれは頑張ってます。でも、うん、都道府県マラソンとかは大事なんじゃん。そうですそうです、うん、ね、うん、あの、うん、食べるもんとかも出す。ああ、そう、さっき言ってた団子汁と鶏天を毎年出してるんですよ。へえ、大分県人の方と試合になりました。200人以上いるとはちょっとびっくりよね。長崎県人会入ってるん。いや、私ね、長崎県人会に入りかけたんだけど、うん、ちょっと忙しくしているうちにちょっと入りそびれていて入りたいんですよね、うん、あ、じゃあ紹介します。横のつながりはあるん、九州県人会でしょ。よく聞いてくれました、うん、ね、うん、北海道と九州、うん、沖縄を含めて全部と、うん、そう、北海道九州県人会って言って、うん、県は県じゃなくて、うん、大気圏とかの県、都市圏とかの国構えの県で、そういう集まりがもうあるんですよ。でその中で、年に3回ほど集まりがあって、AAO みたいなことをやったり、あ、ちなみに8月の8月バマ県19日の水曜日に、18時30分から三越の屋上で、そのビアガーデンがある。それ、その時にいらっしゃいます、はい、あの会長とか紹介しますよ。行きます行きます。何何何、8月19日19日ってあれ何曜日、水曜日。私木曜以外なら行けるんですよね。あ、じゃあよかった。そうかそうか、はい、19日ね、はい、断入したいよね。だからその19日は、どういう県、県っていうか、だから九州と北海道、九州と北海道、各県ごとに受付はするんですけれど、九州県ですか。そうで、だからあのなんか上りとかいっぱい立ってて、その県ごとに席をもう取ってあるんですよ。なんでまあとりあえずそこ座って、あとは、まあ、あちこち乱入しても全然 OK なんで。それ全国じゃなくて、さっき言われた、九州と北海道、九州だけそういう風に仲良く、仲良く言ったらおかしいけど、お互いに頑張りましょういうことで、そういう集まりをしている。ちょっと私デビューしよう。デビューしてください。ぜひ、後で名刺交換して連絡して行きしたい。中入りかけて、結局そのなかなかタイミングが合わないうちに、そのあの紹介してもらった人とずるずるっと、あの、そうなんです、になってしまっているので。あ、はあ、私結構長崎懇意にさせてもらってます。あ、そうですか。よろしくお願いします。この前だって福岡と沖縄連れて歩いてたから。いやいや、福岡県人会の名刺も、沖縄県人会の名刺もろたりして。あの、なんていうんだろう、こう長いことっていうか、ふるさとよりもこっちの方が長いんだけど、なんか年取るとなんかこう小さい頃にこう、なんかループしていくのか知らないけど、なんか懐かしくなるんですよね、うんうん、若い時ってあんまり懐かしくないけど、うん、なんかね、年ごとに懐かしくなっていって、だからもう本当に長崎ってついてるだけで、前にもちょっと言ったけど、長崎ってついてるだけで野菜でも何でもそこを買ってしまうんですよ、うん、そうですね、そういうのありますね。郷土愛ですよね。長崎の人ね、自転車乗れんのよ、うん、あ、わかるわかる、坂道が多いからあれでしょ。あの、長崎市内の方で、私島原なので乗れる。そうかそう。それに、あの、ついでに言うと、長崎市内の方は全く見識が違いますから、ね、だから、あの、福岡の博多の人と同じです。あ、そうなんですね。だから、あの、福岡も博多の人はもう一緒に先取ってっていうぐらい、こう、見識、一緒に先取って、うちの息子佐賀大学なんよ。みんなから佐賀って九州かって言われるよね。でね、佐賀の大学ってあの九州の全部の県人会が、福岡県人会、大分県人会、宮崎県人会って全部あるんだけど、九州以外は北海道から四国まで全部一個にひっくるめて外人会。外人外人会な。外人会という県人会の、あ、まあ、人数的にも少ないです、ね、そう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 。だって広島なんて多分ね3人ぐらいしかいなかった、あの全学年合わせて。そうなんですね。そう、佐賀大学 か、 だから、うん、佐賀医大だけど、あ、そうなんですね。あの、あ、だけん余計に少ないな。そう、あの1年
90人かな、6学年あって、うん、6学年あるのに3人ぐらいですよ。2学年に1人ぐらいしか広島なの。本当寂しいですね。で北海道とかも1人とかだから、全部合わせてもう大分県人会に勝てんよね、うん、ほんまほんま。だから初めて聞いた時笑うたよね、外人会。外人もね、やっぱり九州でもね、ちょっと独特。バカにされとるよね。いや、バカにはされてない。バカにはされてないよ。ほんま？あの、佐賀って、うん、島根、鳥取と同じ扱いじゃん。独特で、うん、あの、他はちょっと外向きでパーってしてるんだけど、うん、佐賀すごく硬いんですよ。そうなんですよ。地道で硬くって、うん、ね。葉隠れ。しかも結構、あ、葉隠れ、あ、そう、葉隠れ、こっち知ってます？広島にある佐賀の県人会、葉隠れ会っていうの、葉隠れの精神だから、うん、その大方の九州が大体もうパッパッパッてしてるのに対して、うん、佐賀の人も地道で、うん、そしてきちんとしてるんですよ、うん、そう、あでもあのプライドはすごい高いですよね。すごい高い、すごい高いです。でもうちの子佐賀県人じゃないけね広島県人じゃけね九州行ったためにソフトバンクファンになって帰ってきたけど、あ、 ありがとうございます。いえ、どういたしまして。でも最近こっち帰ってきて、先輩とか周りがカープファンだらけだけ、カープのことを教えているほんまほんま、やっぱりカープファンならないけんのじゃ、そうそう、ということでした、はい、何にも締めになってないけどね。いやいや、でもあのいい方と締めになってありがとうございます。じゃあ19日にあの、はい、平田久美さんは県人会デビューするそうです、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。失礼します。来週の13日の、お盆はですね、ちょっとお盆なんですけど、ちょっと特別企画で、ジャイブからの生配信なんですけれども、ゲストが神田康明さんなので、もうカープファンの方はぜひいらしてください。どっこい神田。しかもこの状況ですからね、カープが。だからもう私は恐ろしくて、神田さんがどうなるかなと思って恐ろしい。だからあの中村社長もそれからあのあれ長パパも来ていただかないと太刀打ちできないと思うですので、よろしくお願いします。おー、あれになるよね。いやもう今ブログを見、あのフェイスブック見ただけでもよく声だけ書くよねっていうぐらい書かれますからね。恐ろしいんですよ。いやだいやだ、はい、もしよろしければ13日ぐらいあ、ありがとうございます。あ、ちょっとボンで帰ってますので、ありがとうございます。外帰り広島にされる方もぜひ見出してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。来月はね、はい、ナンシーさんの旦那さん、夫さん、あ、11月かなんかに三越で個展をするので、その作品まだできてないらしいけど、配信は止めていいですか。いいですよ。じゃあ